はい、こんばんは。はい、えー、音声の方は聞こえておりますでしょうか。はい、えー、令和3年のですね、1月25日、えー、月曜日、えー、時5 23時30分を回りました。ということで、みどりさん、こんばんは。はい、あー、やなさん、やということで、こんばんは。 はい。えー、っとですね。まあ、あということでね。はい。箱丸さん、こんばんは。コンティニューコインありがとうございます。はい。ということでね。えー、堤防ね。そう。今日はね、うん。ちょっと堤防しようかなと思ってます。えたぴさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。ありちゃさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。うん。まあ、今日はね、ちょっと堤防してきます。はい。聞こえてます。ということで。ありがとうございます。うん。うん、まあね。 うん、あのー、やっぱりね無駄毛処理重要ですからはいえーってことでねえー、まあねあんまりボボもねちょっと良くないんで適度にねうんやっぱちょっとで低温していかないといけないです適度にねはいえーということでですねまあ相変わらずまだこの辺は痛い,いんですけど随分良くなりましたおかげさまでありがとうございますということでね はいえーまあ、ちょっと滑舌がかなり悪いところもあるかと思いますけどね、えー、ちょっとご了承いただければなと思いますテレンバーマさんこんばんはあいつもありがとうございますでですねまあ今日はですねうんツルツルいやツルツルにはしなくてもいいけどね、うん、あんまりツルツルだとどうかなってありませんまあいいんですけど別にね、うん そうえっ、ー、とですね、まあ、あの、今日はですね、まあ、いくつかね、ちょっとリンクをね、えー、予告でこう、バババババババーとね、えー、載せさせていただきまして、えー、まあ、いろんな陰謀がありますね、ワクチンに関してはね、まあ、よく、まあ、こんだけあるんだっていうぐらいね、いやー、よく考えるわって、頭下がりますよ、むしろね。うん で一番新しいのだと、ワクチンの中に 5G のチップが入ってる。これ、すごい技術だね、これ。うーん、と思いますね。はい。この 5G の技術は、これはびっくりだな、と思いましたけどね。まあ、あとね、古いのだとね、まあ,あ、人口調整とかね、えー、ビル・ゲイツがね、インボーダーとかね、い、う、ろ、ん、んなのがあるんですうん。で、まあ、その本人、ビル・ゲイツがね、 ワクチンもっと協力してくれって言ってもね、うん、これなんかビル・ゲイツ本人がなんかね、あの原因あるみたいですね。うんまあ、いろんなことを陰で言っていたりとかするらしいんですけどね。うん、で、まあ、このデマをね、はまりやすい人のタイプとか、まあ、その辺もリンクさせていただきました。で、ワクチンのね、関しては、もともとワクチンってこういうもんだよというのはね、アジョパント研究センター、 ねえー、ここがねちゃんとね、えー、まあこう何ていうのかなまあうんそうだな高校生物ぐらいのね知識があれば何とか理解できますよっていうねまあ陰謀論がちょっとねえなっていうのが理解できるぐらいのもね、えー、まあものは用意してますはいはいでも 5G 液体じゃないんだけどねおかしいんだよね さんこんばんは。コンティニューコイン、ありがとうございます。はい。イブラカタブラさん、こんばんは。キャスクありがとうございます。ベンジャミンさん、こんばんは。はい。えー、ということなんですけどね。うん。そう。堤防するの楽しいですよね。やりたいじゃなくて。あれね、でもね。かゆいう、いんだよ、そったーと。あああのね、こう、なんていうのかな。あの、発芽、発芽じゃねえよ。目が入るわけ。目が出るわけじゃねえ。発芽、発芽じゃねえ。なんつこう。毛がね、生え始めるときね。 かゆいんだよね。これがねあ、乾燥肌よりちょっと結構ね、うんそのマル、マックスでね、バリッとやってしまうと、発芽じゃない、うん、発芽じゃない、うん、別にあ,のあれだから、ね、種子じゃないからね、うん、そう。あ、シェーバーね、あシェーバー使っても結局発芽する、発芽だから発芽じゃねえっていうの、あのー、晴れてくるときは結局かいですよ。うん あのねうん、まあ、その時はね、あのやっぱちょっとシェーバー使わないとね、やっぱね、こっちだらけになっちゃう人もいるでしょうけどね、えーまあ、私はシェーバーなしでもね、それちゃう人なんですよ。うん、ただ、まあ、大多数の方、肌荒れちゃうんでね、えー、そちらの方、要注意ですからね、えー、まあ、その、シェーバーとかね、こうクリーム使われた方がいいと思うんですけど、まあ、その話じゃなくてね、えー、あの発芽じゃないですからね。えー 定毛ですからね定毛ね陰謀論を帝毛するってのは今日の話です。はい。あー、なるほどね。生えてくるときはクリームで呼ぶことがね、うん。まあいいんですけど。はい、でですね、まあ、あの、いろいろあるんですよ。うん。で、まあ、このね、陰謀論のね、陰謀論をね、こう一つ一つね、こう私ね、これ丁寧に丁寧に検証しましてね、 暇じゃないんだよ、別にね。暇じゃないんだけど、やっぱり、ほら、あのー、まあ、これ言ってる人にはそれなりに根拠があるんだろうな、っていうね。思ってね、こう、一個一個ね、私、こう、一個一個、こう、ちゃんと見るんです。うん、一応ね、アホだからね。うん、そんなのあんのかな、とかね、こう、まあ、いわゆるファクトチェックするわけですよ。うん。で、残念ながらね、このワクチンに関してはね、今んとこね、一個もないね。 うん、あの陰謀論を立証できたのがワクチンに関しては一個もないです。うん、あのー、そう、うんあの。なぜかというとね、うんあのーそう、結構真面目な話はしてるんですけど、まあね、あの真面目な話を真面目なように話してもね、あのー、まあ、なんていうのかな。 うん、あのこれを要するにきちんと真面目な話で捉えられる方って、まあ、そもそもねあのこういうのってなんていうのかなあの、まあ、相手にしないじゃないですか、うん、陰謀論相手にしない人ねワクチンの陰謀論とか相手にしない人ってまだいるわけです。うん、でただあの要は こういうワクチン陰謀論にはまってしまうっていうのはね、あの結局、まあ、すごくこれね、えー、いい解釈すると素直な方なんですね。うん、であともう一つ取ってしまうと、その最初に入ってきた情報をですね、まあ後から入ってきた情報で上書きできない方。うん、で、あとはね、まあ、いろいろあります。えっ、ー、と、その、自分自身はですね、えー、私は僕はすんごいね、 もうダブルにも騙されないんだよって思ってる人ですね。うん。で、このいう人たちに関しては結構騙されやすいです。はい。うん。あの、ぶっちゃけ言っておきます。あの、私、騙されないよと。うん。そう。ああ、ワクチンズバリ先生、打ちますか打ちます。うん。なんでかっていうとね。 うーんまあ、正直言ってね、あの今回の,、ね、あのワクチンのね経緯に、ね、私ね、最初はね半年ぐらいでできちゃうワクチン、やばくねえかって思ってたんですよ。うんまあ、これはちょっとまずいんじゃないかって、正直私、最初そう思ってました。で、やっぱりやばいと思ってる以上、やっぱ私もいろいろ取りに行くわけです、情報をね。いろいろ中身をこう検証しに行くんですけども、そうするとですね、なんかこう、入れないところがあるわけです。 うん、で、それは何でかっていうと、軍事情報っていうね、入れないところがあるわけです。で、ね、軍事情報入れないけども、もうちょっと待ってよ、この仕組みってなんか、いっぱい聞くよなと。他の要するに医学の分野でね。うん、ちょっと待って、これ、軍事情報だけど、まぁ、ちっと待ってと。これ、ものすごく医学の、再生医学の世界で一般的な話じゃないかと。いうことでね、まあその、なんていうのかな、まあ自分のね、こう、 本当に鉛のように堅い頭をですね、まあ、あの少し,ね,こう、まあ、しね、ほぐしながらほぐしながらね、うんまあ、ハンダコテみたいにちょっと加熱して、ちょっと柔らかくしてね、うん、まあこう、いろいろね、えー、ちょっとりすぎないで、ちょっと柔らかくなってみようということでね、えー、考えてね、えー、私はいろいろ見に行きました。うん、で、やっぱその結果ですね、あこの技術はもう長いなと。うん 20年以上はもう研究されている相当長い技術だなということに気づきまして、まあ、確かに新しいものではあるけれども、あこれはかなりもう有望されてた技術なんだなというのをね、私、もう確認しましたんでね、この技術は大丈夫だというふうに思いました。うん、なんで、私はね、あの、メッセンジャー RNA タイプっていうのはね、えー、いけるなと思ってるんですけど、ただ、いくつか注意点はありますね。やっぱ前にも言いましたけどね。うん ベあのね、うーんとね、まあ陰謀論なんですけどね、まあこれ一つ一つね、まあ本当はね、こう、あの、まあ,あの陰謀論を持たれている方がねこう、質問の書き込みとかいただけるとですね、こうしっかりとねこう、砕きたいとは思うんですけれどもあの、納得いただくっていうのかな、うん、本当はそうしたいんですけどね。 えーっとね、まず人口削減に関してはですね、これもね、根拠がちょっとありますね。うん、ワクチンは人口削減のツールだとかね、えー、子孫を増えないようにするとかね、えー、妊娠しにくくなるとかね、まあこういうのいろいろあります。で、これですね、ないですね。うん、ないです、うん。で、逆にその、えー、っとね、理屈をね、 一生懸命探しました。うん。はい。うん。そうですね。ジェット猫先生、こんばんは。イスラエルでいい結果出てたようですね。ってそうです。しかし、無理に打たなくていいと思いますし、病院側から職員に強制するのはまずいのでは。えー、打ってくれと医師会から打診が来てますけどね。ってうん、まあね。まあ、ただ、ね。あの、方法がね、今、他にないですからね。 私がやっちゃいけないのってやっぱりあれじゃないですか。あの自分が感染してうつしてしまうことなんで、まあ、それは一番避けなきゃいけないですからね。うんあの一人でかかって一人で苦しんでるのは結構、まあ、私勝手だと思うんですけど、<laughs> やっぱ、ね、あの仕事するためにはね、っていうのがあるかなっていうのがありますよね、まあ。これで予防効果がないって言ったら話はまた別なんですけどね。うん、ジェットニョコ先生、こんばんは。お疲れ様です。はい えー、うん撃ちます私ははい、えー、中村さんこんばんははいいつもありがとうございますはい。 うん、私も最初、否定的だったんですよ、結構。あのこのワクチン、やばいんじゃないかなと思って、結構ね、あの否定的だったんですけども、まあ、自分の中でね、いろいろな、えーまあ、ものをこう調べていく中でねあの、これは時間かかりましたよ、結構、メッセンジャー RNA の、えー、こう要するに、ワクチンに応用するっていうものをこう検証していくのはね、これはちょっと結構、あのハードル高めでしたね。 うん、うん、あの何てかというと見れない情報が多かったんですよねうんあの結構こう何て言うのかなまあ英文も多いですしねていうか英文ばっかりだしねあこうなっちゃうとねああ結構最初に発泡下がりだったんですよだからえー、なんか怪しかったんですね <laughs> うん うん、ただあのそうです、ね、それにしても死にすぎですよねっていう部分なんですけど、うんまあ、私考えるのはアナフィラキシーですよねアナフィラキシーの,、まあ、その発生頻度アナフィラキシーによる死亡者でこれを考えると、まあ、このワクチンの性質からすると、まあ、アナフィラキシーで、まああのね、亡くなるっていうのは、まあ、あるだろうなと思いますね。 うんあのー、まあぶっちゃけあれですもんねあのー、そのアレルギー反応が過去にあったことがある方はやめたほうがいいですねこの、うん、はいスノーピーさんこんばんはデルタ先生こんばんはお疲れ様ですはいというのがありますねうんあ10日後に死んだりアナフィラキシーとはいけれないようですよあー まあね、10日後とかありましたよねうん、まあ、ただ、結局、あれですね、あのこうワクチンをやっぱり考えるときていうのは、えー、やっぱ一定数、ね、亡くなる方はいると思います。副反応、副作用出る方いると思います。で今回の場合は、まあ、我が国においてはねあのとてもとても、そんな、まあ、ぶっちゃけですね、そうこの我が国においてはね、ねぶっちゃけね、ねこの 感染症でワクチンいるのかな？っていうレベルではあるんですよ。はっきり言うとうんなんでかって言うと、その人口当たりの死亡者数ですよ。これ考えた時に。まあ1年間であの人数じゃないですか？で、むしろ今年って超過死亡減ってるんですよね？ うんだそれを見るとね、そこまでなんていうのは正直思いますけど、ただね、やっぱりまたね、その移してしまったりとかすると、まあ、それはそれで問題になるんで、かなり微妙かなとうんいうふうに思ってますね。うん、ワクチンは持病、悪化せんか、そっちも不安で様子見したいと思う、うん。そうですね。はい。赤か、こんばんは。ベンジャミンさん、こんばんは。はい。うん、この、大間さん、妊娠してますね、この大間さんね。うん、そうそうそう。 えー、あこのワクチン、微妙ですね。うんまあなかなかね、あロシアチャイナやめた方がいいですよ。あロシアチャイナやめた方がいいですね。完全になしですね。あの出てこないんです。ロシアチャイナの、あの要するにあの悪い方のエビデンスが全く出てこないんで、これはやめた方がいいですね。ロシアチャイナはね。うん。はい。ややさん、こんばんは。そう、ね、ロシア中国はダメですね。 うん結構ね、ロシアね、あのー、メッセンジャータイプ、ロシア意外に研究してなかったんだと思いましたね、mRNA の、ね、研究ね、うん、これ、完全に軍事研究ですね。 あそうあのー、結局、私のいろいろ調べて,てたどり着いたところはこれ現実軍事研究分野だからいくらこう調べていっても途中からこう分かんなくなるんだっていうのが分かりましてね、うん、じゃあ他の外に出てきている、ねえー、メッセンジャー RNA の仕組み自体でこう、えー、見に行ったときにこのワクチンの危険性ってどうなんだろうって見方を、ねうん、しましたね。はい <laughs> ロシア国民持ちたくないらしい <laughs> あの。まあね。ロシアはどうなんですかねあの。一時的にバーンと増えましたよね。ただ、あれって、チャイナ側からのロックダウンとか、まああと、あれですかねあのうん。なんかいきなり、こう、なんていうんですかね。 変な、こうずれて、ずれて増えましたよね。うん。あの、時期、いきなりなんかこう、全然こう、なんかあの、他の、その、なんていうのかな、欧米諸国のパンデミックと全然なんか時期がこうずれてたっていうかね、謎なね、流行の仕方してましたけどね。うん。えー、糖尿も喘息アレルギー持ち、えー、後期高齢者ワフクチン打たない方がいいのかしら、私は打ちたいけど、うん、その辺はね、やはり主治医と相談にありますね。 あ,あのー、やっぱりこれねさっきから、まあ、いろんな先生方書いていただいてますけどあのー、アレルギー反応に非常にね 出やすいですでアレルギーの中でもこう激しいものだとかでまあアレルギーでね激しいアナフィラキシーっていうのがあるんですけどそれでやっぱりね亡くなる方っていうのがいるっていうのもありますけど他方でねやはりその何ていうのかなその慢性アレルギー的なものを抱えている方の中で特にこの、まあ、特定のタンパク質ですよね、まあ、これにっていうのがあるのでその辺はちょっとね、うん、あのしっかり主治医と話さない方がいいですね。 逆再的なんですが、これだけ感染予防していて、確かに他の感染症はアホみたいにこの1年で封じ込められてるんですけど、コロナにスポットを当てているせいなのか、やはり実際、感染力強力なのかっていうのが、元のデータと照らし合わせてないとわからないのかなと、ほかが、ね、あまりに封じ込められすぎてしまったんで、実際になんていうのかな、その他のね、えー、 ウイルスと比較が一概にできなないってなんですよねでこのウイルスの特徴として突然重症化して突然なくなるっていうケースがあの高齢の方であるんですよね。やはりそのだから症状が最初軽症であってでその軽症の症状がね突然こう、まあ、急性転嫁して。 でまあ、もういきなり呼吸苦しくなって、まあ、そのまま亡くなるというケース、これ結構、まあ、自宅療養のケースでも、それから、ね、病院のケースでもあるんでね、マイナス70度というのも1年後には解決されてると思いますし、うん、ヒ,ロヒロインになる必要はないですよ。うんうん えー、医療従事者にだって人権はあるしまず死刑囚や無期懲役の囚人 <laughs> ま,まあね <laughs>、うん、なんとなく、まあ、それをやっちゃうとあれだけどねうん,、はい、うんはいまあしょうがないですよあのやっぱり ね、やっぱりあのワクチンうんうんって人に移しちゃうことはやっぱりこれもう医療者としてはもうやばいですからね、うん、で仕事にならないじゃないですかで、ね、やっぱりこう自分がこう感染することで相当周りにこれあの結局周りが濃厚接触者になっちゃいますからかなりねっていうのがあるんですよねそっちを気にしますね まあ、休めるの大歓迎って感じです、そこじゃねえだろうってね。うんえー、あと薬剤の量、えー、原則一律でない、うん、いい加減分量考えろよって、薬剤メーカーはワクチンの分量でも何でもボケ、うんまあ、って思ったりしますよね、もともとウイルスやワクチンの、えー、比較とか全然やってなかったって現実があるんですよね、そう、まあそれありますね、薬剤のね、うん、そうですね、はい。怠慢ねうん 死刑囚ってソーシャルディスタンスだから意味ない、あ、確かあそういうことかあ。確かにね、死刑囚ってあれですもんね、他の方とあんまり交わらないようにされてるんですよねあの。そもそも刑務所じゃなくて、放置されてるんですよね、あの方たちね、懲役じゃないからね、ずっとこう、うん、そうですね、拘置所にいるんですもんね、あの方たちって、刑務所にも行けないんですもんね。うんえー、健康体に接種してもらって、どれぐらいの結果出るのかとかあるしね。 うん、そう、仕事にならないというのが一番大きいと思うんですよね。ああ、塩野義はかなり出遅れた感ありますよねうん。ただまあ、ただでさえね、あの国産のワクチンというか、その、わが国であの医薬品承認取るのって、ほんと、石橋叩いて崩しちゃうぐらい遅いんで、まあ、どうなるかなと、しかも、メッセンジャー方式じゃないじゃないですか、あの、国産のワクチンって。うん、だからちょっと結構、まあ、ただ、 ね、あの自国でワクチン持ってるっていうのがないと、あの要は高値つかまされますから、まあ、それを考えればね、やっぱり自国産は持ってた方がいいんですけどね、うん、第一三共ね、第一三共、第一三共、意外とこう、お値段的になんかこう、いけそうじゃないですか、あそこ、あれでしたっけ、メッセンジャーでしたっけね。うん そう,そう,うん、うん、そう、メッセンジャー方式やりますよ、うん。その今出てきた。<laughs> 第一三共、確かそうだと思ったな。どっちかですよねあの。国産でもメッセンジャー RNA あるんですよね。うん、えー、今日アメリカに住んでいる友人と LINE でビデオ通話しました。えー、友人、ご主人、アメリカ人医療、医療関係者、医者ではないで、ファイザー、多分えのー、ワクチンを打ったところ、ご主人はその会場で30分いたと言いました。うん、まあ、その方がいいですね。うん そうまずは国会議員から、うんまあ、国会議員を打ってほしいんだよねあか。国会議員はさ、なんであ,いつあの人たちは全員じゃないけど、高校レベルの生物もできるのかねって、本当に元気がある。馬、う、鹿、ん、なのかとかね、うん、思いますね。うん、そうで、メッセンジャー方式叩いている法教授とかもいる。そそそそう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  まあ、メッセンジャー方式はあの確かにこれあの頑張って理解しないと理解できないです、うん、ただあのよーく考えるとメッセンジャー RNA 方式って検索すると違うものが出てくるはずなんですねネットではで何で同じものと同じ名前でヒットしてくるんだっていうふうにそのメッセンジャー r n Rn って何だっていうのをこう検索していくとあこういうことなっていうのは理解できると思います、うん、だからあ なるほど。まあ確かにそのアレルギーに対しては重篤なね。副作用副反応出るでしょうけど、まあそれこそ死亡ねに関わるようなも出てくると思います。ただ、あのまあ、これもしかすると効くか効かないかじゃね。っていう。<laughs> そういう風うな結果が出るんですよね。うん、そう。そう、そうまあ、科学でもありますね。うん。まあね。rna は生物の話ですからね。うん。そう！ 米国の方の先生方でもってますよね、もう結構ね、うん。国会議員とか市議会議員とかね、ピンキリうん。まあね、ほんとね、小学生以下の頭で議員やってるってのもいますね、結構ね。うん、いますよ、実際。うん。てか、市議会議員何度も言うけどさ、本当に地方議員ってさ、給料いらねえじゃねえ あ本当にだから、専業じゃなくてさ、なんか他にやっててさ、でこう夜集まるぐらいでいいんじゃないかなっていつも思うんだけどね、これね、どうなんですかね、そこまでの,あの議題にボリュームはないと思うんですよあの、たまに見ますけどね、自分のこう居住しているところのいわゆる議題とか、それからその話し合うこととかねうん、議員よりもそれはもう本当、なんていうのかな、なんね、現状に落とした方がいいんじゃないかなと思いますよね。 うんタンパク質がどうかっていうのだけの話あそれだとね科学の話ですよねうんあ先生うつ私もうんはいあのだってほら自分から誰かにねうつしちゃうわかないですからねで動けなくなっちゃうってこ,これが一番困んだよねうん、えー、今日の BS にってるの番組で鴨下一郎議員がワクチン供給について明日ワクチン PT で話をすると言ってましたああなるほどね えー、大吉なんか利権にしがみつく金のもじゃですからねって、いや本当そうだよ。うん。インテリジェントな人は少ない。いや本当そう思う。ああ、東大医学部の米山。ああ、えー、サイエンスではなく、ね、本当だね。うん、そう。本当だよね。あの、米山さんは何なのあの人。あ、東大の。てかね、あの、米山さんが東大だってことにびっくりしたんだけど。で、しかもあの人、えっ、ー、と何、なに医者弁護士 えーまあ、あともろもろ持ってる人なんだけどあの、なんていうのかな、本当になんていうのかな、こうあの知識バカを感じるよう、ね、あの人にはね、申し訳ないけど、うんそうえ、生活保護でよく共産党に頼れて出るけど、共産党は当てにならなかったな、宣伝に使われて終わり、あなるほどね。うん えー、土木系のインフラは割とましだけど色系はバカ揃いあるね。<laughs> あるね。あのー、うん、なんていうのかな。 あのねやあ正直言ってね、こいつあれですけど、やっぱね医学系の学校に入るのって結構大変なんですよ。うん、で、まあ、看護師さんと医者だと正直言って大違いのとこすねあるんですね、学力,学レ,ベル学力レベルでいうとね、だからその学力だけ追い続けちゃうと、他のとこがストーンって抜けちゃった結果とかね、まあ、そういうのも中にはいますよ、少数派ですけど、うんまあ、半分半分かな。うん 東京都大学そ、その東京じゃねえ <laughs>、うん。まあね、あのー、まあいいや、はい <laughs>、えー。ハッピーは弁護士も持ってて、あれって意味やからん、まあでも、いますよ、あのー、私親しくしている独協の先生も両方持ってるんですけど、ただ、あのー、役に立ってますよ、世の中の、うん。あれだけ世の中の害になってる、両方持ってる先生もいないんじゃないかなと思いますね。うん そう医師免許も弁護士も持ってるのになんであんなにことを延々と繰り返してるのか不思議。うんまあ、要するに応用力、応用力ないんですよ。応用力が。うん、あ両方持たれてる先生ってやっぱりこう違うじゃないですか。いろいろな頭の起点とかね、違うんですけど、まあ、四年間そういうのはないですね。うんうん、まあ、あれですわ。えー、教育の賜物詰め込み教育の弊害がもろに感じる、うん。考えない連中ってそうだよね。考えなくてもよかったからね。 あの戦後、ずっとまあ今日に至るまで、ね、考えなくても生きていけちゃうんですよ、ただ、今回みたいにそのコロナウイルスみたいにその現状変更されてしまうとですねもうどうしたらいいか分からない人たちばっかなんですよ、うん、だからまあそれが我が国の弊害じゃないかなと私は思ってますね、要するにそれはなんでかって自分で考えてないからです、段。うん、えー、Z 界の通信添削で政治議論している感じ、<laughs> 確かにね。 維新免許持ってる国会議員さん、まともだなと思ってたも、も野党に入るとおかしくなるしうーん、まあね、我が国に欲しいのは、えっ、ー、とですね、えーと、ちゃんとした野党です、うんあの。変態の塊の野党じゃなくて、あのちゃんとその我が国のことを考えてくれる野党が我が国にはないんです。それが残念なことですね、うん そう学力っていうか暗記力ですね。あの本来だから学力っていうのはあの学びを学ぶ力っていうものを持ってるってことは常に学び続ける意味を理解できるんですけども暗記する力しか持ってないので結局それを応用して何かしていくとか新しく発展させていくとか作り出していくっていうことが、えー、とできないんですね。それ意味ないんですよ。それって学ぶ意味が全くないんで。うん、そう。まああの、それはね、あのほ、ほ でですね修正できない27本お知らせありがとうございます。思考旅行もマイナスかなとかね。いやね、マイナスとは言わないですけど、あのー、結局ね、学びって、学ぶことに意味があるわけですね。こう新しいことをどん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 更新していくことに。あれだけ新しいことを更新できない人だと会うとですね。うん、で、まあ、東大系はまあ弁護士も医者もそういうの多いかな。 うん、あの新しいことに頭が更新できない人たちね、ハイハイとかチャックとかね、そうそう、ハイハイとかチャックとかね、うんまあ、あの世代、教育って暗記だし、そうなんですよ。本当ね、戦後だから今のそうですね、団塊の世代から私たちの世代、もうちょっと先ぐらいまで、やっぱり、あのー、 そういうい世代だったんですよそれでで良しとされれてきちゃったんですね、うん、でそれがやっぱり一番良い子だったんですよ。うん、で成績さえ良ければねあのっていう時代だったんでね、うん、プラスアルファはね、やっぱり必要なかったといえばなかったんですよね。うん、だからまあそういう風になっていったんじゃないかな。うん、で医療現場でもね、その、こうなんていうのかな、まあ、口の利き方知らないね、やっぱり、やからがこう、しどいとかなっていくから、 やっぱりね、後輩も育たないしね、特にこう、うん、まあそうだな、外科系とかでもよ多いかな、うん、そう、与党の暴走を抑えるのが正しい野党なのに転覆を試みてるって、本当そうだよ、うん、転覆さで、転覆を試みててブーメラン帰ってきてますからね、面白いですよね、うん、立民とかね、いやあの、 立憲民主党のねあ、枝野さんとか頭はいいと思うんですよ、私。うん、こ話聞いてて、これじゃ頭いいなと思うんですけども、まあ、なんでお前転覆させてどうすんだよ、みたいな。うん、なんだろうなと思いますよね。うん、あのね彼、彼だけですよ。彼だけに関して言えば頭はいいんですよ。バカじゃないんですよ。うんただ、その、なんていうのかな、方法論がかなり間違えてるって感じますけどね。うんそう あ学園紛争を経験した世代の東大連中は立ちが本当悪いですね。確かにね。ああのいわゆる東大構想ですね。あちこっちの大学でね、こうまあ、そういうのがあったんですね。昭和の戦後ですね。間もない時期にですね。えーまあ、調べていただくとなんですけどね。うん、そう、本当に何か勘違いしてるところあります。はい。あのー、なんていうのかな。えー、我が国の、ね、いいところと戦前からね。うん <laughs> パワハラしてる上級人の話を載せてるツイッター見ました。うんねはいうん、カレンさん、こんばんは。枝野は弁護士ですし、口は達者ですわ。うん、あとあの人、頭いいよね。うん、<laughs> ただ、残念ながらあの人は常にナンバー2になってもナンバー1に恵まれないし、ナンバー1になってもナンバー2に恵まれないしっていうかわいそうなとこあるよね。うんそう えー、枝野さんはおかしな総理を支える、えー、官房長官時のメディアさばきはうまかったけどどんどんおかしくなってる、うん、本当にねもう周りに恵まれない人ですよねあの人ね頭いいと思いますだからもうぐちゃぐちゃですねうん白野先生こんばんははいうん まあ、あのじゃあね、私、あの枝野さんをその頭いいなと思うから支持するかというと全く支持しておりませんからね、そこはちょっと誤解のないようにね、はい、あ,のあれは一回ちょっと潰さないといけないと思ってますからね、うん、もう徹底的に叩き潰してね、あのもうちょっと反省した,したらね、正解に戻ってきてもらいたいですけど、まだ若いですからね、あの人ね、うん、ちょっとあれはだめだね、うんと思いますよ。はい あ離れると戻るのかな、細野さんみたいに。はあね、うん、そうですよ、あの、先生おっしゃる通りでね、枝野はね、あの、官房長官としては優秀だったんですよ。うん、だから、ああいう頭の切れる人って、ナンバーツ向きなんですよね。うん、そう。だから今のあれですよ、菅さんみたいなもんですね。菅さんもナンバーツ向きですけど、トップになったらもうダメですね。うん、そう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 ね、菅さんナンバーツー。うん。 菅さんは何のミスなさそうに見えるまるで機械のように感情起伏が見えない器じゃない、うんまあね、菅さんもそうなんですよだからナンバーツーなんですよねうんああね枝野さんはねあのなんていうのこう自分が表立っちゃいけないんですよあの人簡単に言えば、うん、優秀っていうかあのもともと頭はいいんですねただあの方にはずっとないのは材料がないんですよ 要するに優秀なね例えば料理が上手なこうコックなんだけどあの例えばねえー、ステーキ作りたいんだけど肉がないとか、うん、例えばサラダ作りたいんだけど野菜がないとかそういう感じの人なんですよあの人常に周りにね人材的なもんでうんそう。 当た、えー、られた情報を裁くのは上手だけど変な情報を飲みにしたらダメ。そうです、そうです、そうです、そうです。そんな感じなんですよ。あのね、素直な人ってそういうところがあるんだよね。うん、だから、こうほら、まあ私みたいに、こうほら、あの陰謀論一個転がってきたときに、おもしれえな、これ、とかって言ってね、うー、ん、さんは確かに誰かと一緒だと伸びますよね。あの、こう、周りの意見聞くの上手ですもんね。うん、うん、官房時代からそんなに印象ないかなって。<laughs> まあね まあ私はこいつ頭いいのに残念なやつだな、残念なやつだなってずっと10年ぐらい思ってますよ。うん。まあ投票する気はないけどね、あの人にね。うん。あの、やっぱり、あの、なんていうのかな。まあ、所詮中核派ですからね、そういうのを支持する気はない。うん。そう、ガスは2番目かなって、まあね。うん、そう、菅さんはね、やっぱね、あれですね、あの感じちゃう人と離れなきゃダメですね。うん。ちょっと感じすぎです。はい。ね。うん。ってことでね、 そうまあ今日は堤防しますっていうキスなんですけどまあ陰謀論っていっぱいあるんですよ本当にねこのワクチン今日はワクチンに限ってね、えー、お話をしてってるんですがあのなんといろいろあるわけよ、うん、でまあひ一言で言っちゃうとですねあのー、自分の中に入ってくる情報っていうのをきちんとあのー なんていうのかな、えー、自分の学ばれている中で何でも処理をしようとしないで、えー、きちんとですねより高い知識を学びできてその上であえて検証するってことをしていかないと、あのー、見誤りますね。うん、でいわゆるそういうだから今持ってる自分の知識上のものを、えー、取らないことこれをですねいわゆる世に言うですねバカと言うんですね。えー、あのー 要するに、自分の中のこの定められてるものってあるじゃないですか。あのこう自分のキャパねこの中で何でも進まそうとするの、これ、バカって言うんですね。うん、要するに、あの、伸びようって気持ち、うん。そういうのがないとですね、これはバカって言うんです。はい。あのね。うん。そうですね。ああ、頭がいいというか、相手の弱点をつく。そうそう。だから、そこがね。がね、やっぱりね、あの賢いですね。 うん、やり方なんだけどそこはことごとくブーメランそうそう、うん、政,治家政治家だとダメですよね、うん、もう完全にあのあれですねあの弁護士っていうかまあそのディベートのやり方ですよねうんそういや論文もデータも読めない否定して理解できない連中が8割なんでまあそうなんだよね C さんは能力高いと思うんですがもう変わらないでしょうね、うん、まあ年も年ですしね あの人は実は正しい野党のような気がする。前そうでしたよね、昔ね。うん、昔はねえ。民主党のように乗っ取ろうとする意思を感じられない。しかしファンタジジ、うん、ファンタジースタすぎて、うん、そうだね。あの要するに、えーと、夢のような世界すぎてということですねで。現実感はないです、確かにね。うん、テンプレでヒステリックに、ね、嘆くだけしかできない連中が多いから無理でしょう。ってまあね ああ確かにね。あのね、うん、結局ね、あのーうん、ここでやっぱ出てくると思うんです。えっ、ー、とね、えっ、ー、と陰謀論ぶった切る一言の言葉って、うんそうだね、秘境さ党と下っ端ひどすぎる。うん そうメンヘラとか変わらないヒストリークね、えー、叫ぶとかメンヘラと変わらないんでまず保育園とか精神科いてとしか言いようがない頭がどうしようもないまあねあれはね、うん、あのね結局、えー、そのワクチン陰謀論とかねそれからそのネガティブなことっていうのがこう頭に入ってきてしまうっていうのはあのー、まあぶっちゃけ言うとねどこかえっ、ー、と で結構適度にね、そのいわゆる世の中でいうね、学識者とかっていう人がいるじゃないですか。で、これはね、自分の、要するに知識っていうのは、俺、こんだけすげえんだぞって思ってるとこあるわけですよ。で、やっぱりそ,のそこにね、こう新たな知識とか、もう、な、あ、ん、のー、でもそうなんですけどね、常にもう物事ってこうあ、えー、新しく更新されてるんですね。うん 更新されてるってことをあ自分の頭は更新しないでその自分の頭の中のキャパだけで判断していこうとすると、まあ、それは何でもいや俺のそれ頭の中には入ってないから陰謀論だってなるわけですよ。うん。まあ、それはやっぱりねその陰謀は低迷しなきゃだめです。ちゃんとことをね剃らないとこ,うこうバリカンでねウィーンとかねカチカチカチでもいいですしね。うん、ちょっとっとかないとち,ちゃんとね、うん、ちゃんと草刈りしてねチャチャチャってね、うん、発芽しないようにしないとだめです。はい。そうね。 えー、小池ひどいですよね、やってること、うん、ゆうり子さんじゃないですよ、うん、知ってます、知ってます、あの、あれはね、挨拶もしないから、どうしようもないですね、うん、えー、ワクチンにマイクロチップ入ってるとかいう連中、熱狂的なトランプ支持者って似たようなもんだ、うん、あのー、そうなっちゃうんですよね。 うん、あのなんか、そういうふうにやっぱり一緒になっちゃいますよ。<laughs> 一緒じゃねえけど一緒になっちゃうってのありますね。私もトランプ支持者ですよ。トランプ支持者だけど、やっぱりこう現実の部分は現実の部分で見てますからね。うん、あのただね、そのトランプに関する陰謀論は、まあ、私、全否定じゃないんですよ。全否定じゃないけど、まあ、あ何 あのね、別にね、私がこう問題視して追っかけてた案件と、そのトランプ支持者が唱えてることがたまたま合致したんですね。うんあのー、そこの部分だけは陰謀じゃないの分かってるんで、そこは押しますけど、うんうん、本当、一部暴走しすぎでね、あれね、ひどいよね、あれね。うん、そう,そう、あのーまあ、いわゆるペドの部分ってね、うん、その部分は私ね、かなり問題視してるんですよ。 あのいわゆるね、えー、エプスタインの話に関して私かなりねああのそこはね問題視してるんでその部分がもし彼らにあるとしたらこれは絶対許さんと思ってるんですけど、まあ、後の部分はなてなんですよね、うん、陰謀論というか「フラットアースという地球は実は平面なんだ地球が丸いのは NASA の陰謀」っていうのにフォロワーさんがハマっちゃってどうしたものかとなるほどね。 平らだと帰ってこれないと思うんだけど、どうなんだろうな。うん。あの暴走が仕組まれたものなのかどうなのかって分岐点もあるけど、不明、そうなんですよね。あのね、あれのね、あのトランプに関する陰謀論のめんどくさいところは、一部本当のことが入ってるの。で、まあ、ほとんどが嘘なの。<laughs> で、でまあ、言うことは言わないけど、手元不明なの。うん。 ちょっととないいんじゃねっていうふうに思うところもあるしでもね、うん、全部否定できないねあれはねだから全部否定するのもブー、うん、かなだけれどあのー、まあちょっと問診は違うかなうんまあバイデン政権が何か何するかで真実が明らかになりますからそうそうそう,そうまああの バイデン政権がちょっとどうしようもないのは、もうなんとなく、もう、もう、3日しか経ってねえのにっていうぐらい、おい、それダメだろ、やっちゃってことを結構やってるんで、うん、本当、大丈夫かと思うし、あとやっぱあのね、 え認知症その立証する証拠はないっていうふうによくね、言ってれますけど、まあ実際それはその通りだと思うんですけど、ただ、ただ、行動とか動きとか見てて、これ、うんちょっと疑いは、疑いあるなっていうのは思いますね。うん、そう、そう、煽ってるか騙す。どっちかですよね、本当にね。人を煽るやり方って7割の、そう、今日ね、それも書いてきましたよ。あの、リンクにね、あります。えっとね、まあどういう人がね、 デマを広める7つのタイプの人、新型ウイルス流行の陰でというリンクをこれクリックしていただくとね、えー、その手のタイプの人方が出てきますんでね。はい。うん。うん、そうね。うん。確かにね。まあ、確かにな。うん騙されるんですよ、うん。あのね、やっぱ自分で検証能力っていうのは本当に持たないとダメよ。あの、我が日本人よって感じ。 うん、我が日本人よそんなにバカじゃないだろお前、まあ、君たちはっていうもっともっと優秀だよ優秀っつってうんだからあのねそこをちょっとねあのなんかもっともっと僕らで優秀な一応ねあのねやっぱりまあもうちょっとそこはねこうちょっと調子乗っていいと思うんだよ僕らもうちょっと優秀な民族なんだからもうちょっといろんな情報を調べてこういろんなことをこうまあ知りに行こうよっていうのかな学びに行こうよっていうのかな うん、だそういうの大事だなと思うんだけどな。うん、まあめんどくさいよあの。トランプの話に関してはまあ本当のことと、まあえー、事実が確認できないことといろいろ入り組んでてもう,なんかもう聞いてて頭がかしくなる。<laughs> うん、ただあの僕が興味あるのは、うん、あ,のあれだけです。えー、とペトの話だけですね。 うん、あれだけは、あの、私は、私の中で裏付け持ってるんでね。で、実際にもう、あれは裁判とかかかって逮捕されてる方が出てて、ただ、あまりにおかしいところがあるんです。だから、そこを私はずっと、あの、長年追っかけてたんですね。うん、こんなこと、一人でできるわけねえだろうっていう、まあ、一言なんですけども、うん、うん、確かにね、歯を全損されたのかなって、そう思いますね。うん、そう、あの写真とか怖いですけどね。 いやあのエプスタインが捕まったのは確かですよね。でエプスタインって一人であんなことできるわけないじゃないですか。で絶対そこの後ろに組織あるわけですよ。うん。だから、で、それがなんで検挙されないのっていうのが私の中では謎なんです。で、まあ、今回のその大統領選に絡んで、そのエプスタインの話も出てきたので、あのその話は私実はずっとですね。 えーとまあ、2019年にエプスタインが逮捕されて、まあ、自殺をするわけですけども実はそのエプスタインの話というのはですね私はですね、えー、とかなり前から追ってる話なんですね、うんあのー、まだ誰も逮捕とかされてなくてあのー、噂レベルの時ですよねでその時にこうなんでそこにこう僕が執着したかっていう理由っていうのがあってこれ話できすぎじゃねっていうのがあったんですねうん、あのー 要するに、あのー、陰謀論って大体どっかでこうほころぶんです、うん。なんかどっかでこう作り臭いんですけどあれだけはこうなんか話が具体的でしかもこう全てがつながってるっていうでこれかなりやばい話だなっていうのがあったんで。 まあ、そこはね、こうだから要するに人にさせられないようにさせられないようにこう、ね、ずっと私なりに調べてたんですね、うん。で、たまたま今回のその大統領選の中の1つに出てきてっていう、うん、あれ、おそらくもうあれでしょうね、えーまあ、私、年齢半世紀ですけど、私が生まれる前からあったんではないかという話ではないかと思うんですね。うん、だからちょっとそれに関してはね、私はそれは追ってるんです。はい、うん だから陰謀論ってね、あれですよ、あのー、全部信じるのはダメですね、あれあ。ただのやっぱりね、ちょっともう自分の中でいろいろなこうね責任、えー、勉強した方がいいですよ、うん。あとそのワクチンのことに関しても、あのー、ワクチンのこう陰謀論ね言うのはいいですよ、人工計画だとかね、えー、その 5G のチップが入ってるとかね。 あのー、言われる方いますけどもまず注射器で 5G のチップあの、ねうん、無理だからあ、あのー、そんな白物じゃないです冷凍しなきゃいけないとかね、うん、ああおそまちゃんこんばんはひんなひんなはいね、うんあのー だから、まあなんていうのかな、まあ、無理なことってあると思うんですよね。あそう、えー、陰謀をかける側からしたら、どう嘘を出して混乱して直接的な影響が出ないかどうかも検証しないとダメですかね。うん、そうですね。うん。あとそうです。はい。あのね、うん、火のないところに煙は立たないんだけど、あのなんていうのかな、えっ、ー、と、まあ、うん、ただ、 ただね、あの本当に火がないのに煙が立ってるケースもあるからね。<laughs> うん、あの、うん、7割、えー、そうだね、10割のうち、えー、9割ぐらいは火のないところに煙立ってますから、うん、そう、それ注意ですよあの、ああいう陰謀論でね。うん、そう、だからね、そこにこうね、持ってかれるとね、ちょっとね、あのそこに一回行っちゃうと自分がこう、帰ってくるのに大変だから、うん、なんかこう、なんか変な、変な気持ちになりますよ、うん。 ええーみたいな、こう騙されたみたいなね、うん。そう、騙される、まあ、それこそね、まあ、私この言葉嫌いなんですけど、あのそれは騙されるあんたが悪いのっていうね、うんあの、自分のちょっと不勉強気,気をつけた方がいいよっていうところありますね。5G うんぬん、えー、って何の超科学的な話なんですかって、これ広めたら安全そうなところに仕掛ければ引っかかる人増えますよって、本当そう思いますよ。うん だからねあの、ワクチンって、そもそもね、こうあのアジバントのね、えー、ページとか見ていただきゃ分かるんですけど、作り方、いろいろあるんですよ、ワクチンだってね。うん、で、共通して言えることは、あのうん、そんなものをワクチン使ってやんなくても、もしその目的を達したいんだったら、他の方法でいくらでもある。うん であのー、よく例えば、そのね、薬でうんぬんとか、あと精神薬うんぬんとかって話聞きますけど、うん、うん、そうですね、まあ、5G の電波はね、あの周波数をね、えー、違うものをいっぱい弾打ちますからね、うん、もうちょいしたらまた電波増えてくると思いますよ。うん、ただ、まあ,あの、電波に関しては私は、あの、あれなんでね、専門なんでこう、もう、来たら、ダダって返しますけどね、ズバッ、ズバッ、ズバッってね。 うん、あスピーカーやっぱ出ますよね。うん、スピーカーは出ると思いますあの。スピーカー結構ね、スピーカーってすごいね、ノイズ拾いますからね。あスピーカーはノイズ拾うんだわ、うん。あれね、すんごい作りは単純なんですよ。紙でね、こう出、ね、てきてるんですけど、スピーカーと音出すところね。うん、あの紙でできてるんだけど、すんごいね、こうね、デリケートなんですよ。うん、そ,うそうそうそう。そ、ね、うなんで、まあうん、まあ、そういうとこありますよね。 うん、スピーカー変えて検証したら、おおと驚きました。ああ、なるほどね。なるほど。まあ、確かにね。あれですよね。本当スピーカーってね、G スポット並みにね、敏感ですよね。すんごい敏感ですね。はい。なんでそこで G スポット出ていくるんだいって話なんですけどね。うん。えー、ってとこです。はい。うん、あれ、いろいろ言えるんで、デマの元ですかね。あまあ、確かにね。あの、電波を拾う方法って結構いっぱいあるじゃないですか。 うん、でその信号って全部電波に変えます変えられますからねうん百均のイヤホンも長く使うと新しい時より音が良くなっていることがあるあそうへえすごいねそれ百均のイヤホンも長く使うとへえ青シフとかもろもろ絶対言ってますうんあのとりあえず新しいこと勉強しに行こうかってところかなうんあのー、それがねあの何ていうのかなまず自分で聞いた陰謀論ね 無の,のみにするんじゃなくて、こう自分でね、あのそれを否定するようなことをいっぱい調べてみること。で、あのー、まずそれを否定するようなことを調べてみて、でもそれだと今度否定ののみになっちゃうから、じゃあそれを肯定する情報も両方調べてみて、でそれで総合したときにどうかってとこなのよ。うん。そう,そうそうそう。うんうんうん。 そうですねあそ,うそれがだからエナメル線をスピーカーケーブルにする理論なんですよね、うん、そう拾っちゃうからねああそうそうそううんぼやぼやが減る程度、うん、まあねだからあのなんでスピーカーコードってすごくこうまあ言ってみれば本当紙にただねプラスとマイナスまあだからプラスとマイナスの電流を送ってるだけなのに音が出るのかでしかもノイズを拾いやすいのかっていうところはね うんまあ、そういうところで、しかもそれをだからノイズを拾わないためにね、こうしっかりと保護したね、ナメルを使ってね、ノイズを拾わないようにね、えー、する線を使うからとて、こう、理由にもなるんですよ。まあ、私が今使ってる、えっ、ー、と、このマイクのケーブルかな、これも結構ね、そのノイズ拾いやすいんでね、あのー、しっかりとこれも、被覆っていうんですけどね、コードの被覆がね、こっちの右のマイクと左のマイク、こっち、まあまあ、今、つないでない方のマイクですね、こっちはかなりね、こう、被覆が分厚いんですよ。これやっぱりこういうものっていうのは、やっぱり、 スピーカーついてたりとか、まあ、スピーカーとマイクって構造が似てるんでねあのノイズが拾いやすいんですごくこれこう、まあ、カバーをかけられてるって感じなんですねうんそう電流流していくと均一になっていくああなるほどねそうかそういう理論だねうんそうシールドかましてもってのありますよねうんありますありますあモニター並み打つうんそうだねだそういうのだよノイズってねうん ののがあありますだからねねこううやって、ね、もう私も例えば今みたいにねこう分かってても気づかないことがあるわけですよ。こう電流流していくとだんだん均等になっていくってこと今私言われてきあそういえばそうだよなって気づくわけですけどこういうことをねあの何て言うのかなあの一つ一つねこう素直に受け入れていくってこと大事です。あの陰謀論にはまらない方法ですこれがね。うん、あのち 小さいところにあります、うん、であのー、なんていうのかな陰謀論じゃなくて本当にだからこのなんていうのかなあのやばいのあるじゃないですか、うん、その闇世界みたいな話でこ,これはね、あのー、絶対ネットなんか出てないからはっ <laughs> きり言うけど、うん、ネットなんか出てねえから、うんあのー、少なくても表のネットの表には出てないから闇の世界って。うん あのー、それこそパスワードを使って入ってく村の世界、うん、そういうとこじゃないといないからねな、うんあのでかっていうと本当にやばいものって知ったら消されるからね、うん、だからあのちょっとね、あのー、陰謀論をねなめすぎです皆さんはい、うん、あのー、それはねちょっと分かった方がいいかな、うん、そう本当ですよね、うん、本当に闇社会表に出ませんよだから闇って言うんだけどさうん ダックサイトはどうかな、うん、それはね闇の世界っていうのはねあのないとはね私は思ってないのむしろあるからあの表の世界があると思ってね裏と表ってなって当たり前なんですねただあの裏のものが、ね、表に出てくるってね、えーまあ、まずあの、まあ、いわゆるその、まあ、陰謀論に騙されているような方々が、えー、調べられるようなところにはないですこれ私言い切れますね ああ、そう。あのー、やっぱりね、そこまでね、こうやるね、あのー、まあ、情報能力っていうんですけど、私の中ではね、えー、技術っていうのはですね、申し訳ないけど、あのー、面白おかしく言っている人たちにはそんなのは無理だよ。うん、命がけでやっていかないと、そんなのは調べられないから。うんあのー、それに、たやすく発信できるようなことじゃないです。はっきり申し上げて。はい、うん えー、コンクリートにつなめて何個を沈めたろうかって、うん、だか本当その世界になるのよ。うん、だからあの本当にやばい闇のことっていうのはあのそんなにネットに転がってないしそんなのネットで発信したもんなら直ちにこうね、えー、人特定されて消されるから <laughs> そういうもんだからね。うん うん、そうそう、本当コンクリート詰めとか闇とか昔ありましたけどね。うん。そう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 。うん。そうです。あのね、えー、表で発信すると漏れなく消滅します。本当そうです、そうです。はいあ。55分のお知らせありがとうございます。だからね、あんまりね、そういう表に出ているね、あなたこうだって陰謀論には踊らされない方がいいですよ。うん。あのー、うん。まあ、ただね、えー、まあ、中に真実がこう、ちりばめられてるって感じだね。 だから例えばその 100, 100個点があったらそのうちの3つぐらいは真実が入ってたりするけどあのー、その100個の中の3つの点をこうつなぐのって、うんうん、まあ,あの申し訳ないけどそれが専業じゃないと厳しいよ。うんそう あそう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 。だからそういう感じよ。親父は OK でも息子のハンターは本当にまたそうですねとかね。だかそれだって、なんでマスコミがハンターについて触れないかって、やばすぎるからなんだよね。<laughs> うん。あの、だって全部消えてんだよ。おかしいと思いませんうん。あの、だそういうのとかもね。だからそこ、そこ、そう、うん。そう、3十年以上前からある。ほんと、うんと。 あのそれにね、もともと裏社会側とか闇がとか、ね、陰謀がとか言ってるけどあの本当の陰謀なんか表に絶対出てこねえから、うん、絶対出てこねえからこれ俺が本当言ってあげる、うん、だからあの少なくとも今あの巷に出ているワクチン陰謀論ってそういう意味で,あ,のガセです、はい、ありえません。うん、であの 例えばそんなことですね国家が加担してたとか、えー、それからもうそれこそね、えー、まあ行政が加担してたとか、えー、なってたらですねまあそれはさすがにね、あのー、抵抗すする人出てきますわ、うん。だからあの何、ー、ていうのかな。もう ちょっとこうなんていうのかなその柔軟性頭の柔軟性を持ってもっと賢くいった方がいいと思いますようんあのー、そのなんていうのかな陰謀論きっちり通すんだったら自分自身でこうある程度重宝していかないと、まあ、命かけてね、うん、もしかしたらこう命取られちゃうよぐらいのねうんはいあサーズねサーズはねやってないですねうん でも、話自体がね、なんか、やるって話だったんですけどね、来なかったんですよね、まだ。うん、結局、打つ機会がなかったって話ですね。はい。うん。そう、風っていうか1、1%以下の情報漏えくらいかなって、あ、確かにね、ガセっていうかね、そう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 ,そう、そういうのもあるからね。うん。私、すごいなっちゃってるからね、闇、聞く耳持ってないんですよね。あ、確かにね。うん。 あれじゃない多分中国製とか結構なんか流れてますよねうんはいえー、ってところでね、えー、そう陰謀している私すごいになっちゃってる、うん、聞く耳もたない私もあんまりいいと思いますようんそうあのだってもうね普通に考えたって古来のだって私たちがだって薬剤さんの世界の内側なんてそんなに知らないですから まあそこを考えれば、あーってね、考えていただければいいと思うんですよ。うん。そうそうそう、そこらの一般人が陰謀論を知れるわけがないんです。は,い、はっきり言いましてね、あのー。そういったですね、裏の闇の世界を見ていくのってかなり命がけです。はっきり言いますけどね。そんな簡単にね、あの金出しただけじゃくれません。はい。 うん、あの裏情報ね、うんあの。結構なお金かかるんですよ。情報ってね。昔から情報屋さんっていうのはね、こうお金も結構払うんですよ、うん。お金かかるんです。情報取るのってね。うん、あのそれはちょっと考えられた方がいいかなと思うんですけどね。<laughs> はい、いやー、つくばに1本だけあったのです。あ、そうなんだ。あ新型インフルエンザ騒動。あーあ、でもね、話ありましたよ。うん、ありました、ありました、うん。ありましたけど、結局打つ機会飛びましたね。うん、はい そう、10%死んだところで払いたくない、うんまあね。じゃあ陰謀論書き込んでくるから消されるわ。<laughs> <laughs> 大丈夫。あの根拠ないとあのほっとかれるから。<laughs> うん。それをぶつけても無駄なので刺激しないように自分で気づいてもらうようにやんわり誘導。そう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 ん。 そう人,すぎ人,す人増えすぎなんだからバカは死んだらいいってねまあねその人口の増えすぎからね陰謀論って出てくるんですけどあの面白いなと思うのが人口調整はねあの実際にはしても無理ですからねはいってことで、えー、終了したいと思いますご視聴ありがとうございました